出た。ありがとうございます。で、生クリーム好きじゃない？ああ、ほどけちゃった。よし。おお、すごい。今日の一言。朝一バーディー、クソバーディーです。まずい。どうも。おお。やった。ナイスパー。すごいな。ああ、早い。おい。畜生。ああ、終わった。ああ、左。ダメだー、ほどけた。無理だよ、大体にしてさ。ツアープロじゃねえんだからさ。でも一応プロですよね。え、一応プロです。一応って言わない。一応やめて。いけ。はーい、オッケー。ありがとうございます。はい、照れ笑い。やっぱりそうだ。リエちゃん。はい。どうすか。あのツアーで転戦しますよね。うん。転戦する時の体調管理とかなんかやってんすか。体調管理ですか。うん、何やってますかね。よく食べ、よく寝ることですか。寝ることはもう必須ですね。そう。あのですね、岩橋理恵さんはそもそも一時期紹介した時に民泊ゴルファーなんて言われ方したんですけど。そうですね。あなたあの宿泊先あれどうやって探してんのね。あれは Google マップとかです。 Google マップで探してんの。はい。もうね、とんでもないとこ探してくるんですよ、本当に。一回あの、なんだっけ、あのプロテストの時さ、あの馬の保養所みたいなとこ泊まったよね。あー、ホースパーク。そう、ホースパーク。なんかすんごい、何、あの施設があって、はい、なんかポツンと宿泊施設があるんだよね。はい。とかね。でもそんなとこばっかですね。
アースモンダミの時もなんかすげえ民宿かなんかだったじゃん。あ、そうですね。ね、おばちゃんが料理作ってくれてね。でも民宿の方が温かみがやっぱりありますからね。ただ一つ絶対共通点があるんですよ、岩橋理恵さん。絶対にどんだけの場所でも温泉がついてます。必ず。必ず温泉付きです。ね。温泉があるのと部屋が広いのは絶対。あ、そうだね。はい、もうね、一回ね、温泉はあって部屋も広かったのに壁が超薄い時あった。あったよね。ありました。関さんのいびきがすごかった。だから言ったじゃんか、俺いびきうるさいんだから。俺3部屋ぐらい隣なのに聞こえましたよ。すげえ。本当にやばいですよ。そう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 ね、本当そう。もうだから俺はね、なんか怪獣がいるんじゃないかっていうぐらいの。そうそう。強い球でいいけどね。ああ強い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 。わあでかいや。おげい。はーい。はい、どうも。ああ、もう、なんだよ、もう。いやー、惜しいねー。あ、まずい。やばい。どうだ。惜しい。見せ場はあったね。あのティーチングプロ、あのバーディーパットは入るんですよ。パーパット入りますから。やったか。やったか。おお。今日はこんな日かな。さあ、レッツゴーキューピーでおなじみキレンジャーへの道、ね、なんですけれども、こちらでございます。今回紫カントリークラブあやめ36のカツカレーでございます。こちらですね、あの富士屋ホテルさんがレストランを経営しているので、あの実際にカレーをね、あのレトルトでこう売ってるんですよ。だ かなり売ってるということはかなり自信がこうあるんじゃないかと思うので、そう今回ねワクワクしております。なんで笑うの。いやワクワクしてんですね。ワクワクしてますね。さあじゃあ早速食べてみましょう。お、色がちょっと変わったようですね。変わってますね。なんかこうなんてだろう、こうバターチキン的な感じです、色ですね。カツカレーいいっすよね、上がりますよね、テンション。ほら、いいじゃないですか、もう。私、あの、一気がけ派です。あの、足しながら食べる人いますけど、もう一気に食べます。さあ。では、いただきます。うわ、すごい変わった味。口に入れた瞬間ちょっとやっぱ甘さがふわっときて、しばらくそれがずっときたら最後に、いや結構くるな、最後ビリ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 ときますね。何それ。またビリビリビリ。そうだけど、本当本当、どちらかというと、なんだろう、リンゴの甘みなのかな、果実系の甘みですよね。さっぱりしてて非常に美味しいです。センターから、まあ、ちょっと甘めの方ですね、2段階ぐらい寄る感じかな。
あスパイシーさもあるんですよ。ちょっと甘い方がね印象的ですね。でこれはそうですね、やっぱカツカレーですからかなりアスリートの方に振ってる感じ。甘アスリートね、3段階ぐらい下げてもらって甘アスリートな紫カントリークラブあやめ36のカツカレーでございました。